楽しみなカードになりましたね。賑やかですよね。はい、斉藤さんどうですか、この20分一本勝負見どころっていうのも結構盛りだくさんかなという、キャラクターに、目がいって、誰がどんなレスリングをするのかというちょっとよくわからないんで、試合の方を ゴングが鳴った後は試合の方を一生懸命見てみようかという、そうですね、そんな気がします。キャラクター天国って本当ですよね、LLPW なんか点でバラバラってのがいいですね。でも全然も点でバラバラですよね。さあまずは強烈なキャラクターを今ね開眼したという感じのこの沼地、ご覧のようないでたち、いやいや、まずはこれあの黄色いヘルメット、そしてあのスコップはそのまんまで今リング上ですけれども、この表情はあのですね、親父という感じですけどね、はい、やはり道路の工事をなさってるおじさんはですね、はいはい、チーマーは嫌いなんですよ、生意気ですから、あとこれは道路工事のおじさんとチーマー、チーマー因縁の対決ですよ、完全にね、渋谷バージョンですね、今まさにストリートファイト状態ですけれども、あっとこれは紅谷社か、ジュリアナ系も嫌いだと思います、嫌いでしょうね、おっとこれはまさに人間お立ち台状態、そしてその前でうんこ座りは紅谷社、まずは LLPW のキャラクターが1本取った、そういう感じです、おっとこれ沼っち、でもヘッドロックやってた遠藤のですね、はい、所在投げな顔がなかなか可愛かった、そうですね、見逃せないところですね、なんとなくね、はい、でも本格派なんですよ、あのレスラーは、はい、期待の新人というところなんでしょう。さあそしてまずはこの2人でスタートですね、はい、おっと豪快なキック、このかかと落としは、はい、沼っちのこれからのね、見せ場になってるんじゃないですか、そうですね、ものすごい使い始めてるんですよね、はい、高さがあります。さあボディースラム、吉田選手のね、はい、ごめんなさい、どうぞ、よろしいですか、はい、吉田選手ね、スタイルといいますかキャラクターを変えるとプロレスの発想も自由になるというか動きやすくなるもんですか、はい、もう沼っちはもうすごい毎日もう堂々とやってて、でも自分でも変えてなんか楽しくなったって言ってました、試合するのが、あ、楽しくなったって、はい、で本当見ててもう堂々とやってるんで、はい、やってることはそんな変わってないんですけど技とか、はい、でもなんか見ててやっぱ良くなったかなって、ですよね、なるほどね、なんかこうお客さんとの会話みたいなものがね、はい、非常にスムーズに、同じフェイスバスターでも大技に見えますよね、そうなんですね、同じなんですけど気持ちが違うと、ね、まあやっぱりこれやっぱり私生活からかなり意識してますか、マッチはどうでしょう、もうかなり普段から意識して、まあ、でも髪型がそうですからね、でしょうね、いやキャラクター作りというのもね、なかなかレスラーにとってはこれ大切な、まあ、一つの仕事と言いましょうかね、そういった部分もあるんでしょう、遠藤と白鳥なんかもいずれ、ライバル団体対抗戦でシングルなんかやってみたら面白いんじゃないかなと思います、ね、またスタイルがちょっと違う感じですけど、白鳥選手言いにくいですね、長谷川って言っちゃいそうですけど、旧長谷川さんの時に白鳥選手なんかは他団体とやった方が、はい、割と吉田選手じゃないけど堂々とできるんじゃないかなって気がします、そうかもしれないですね、普段ね前場内ではちょっと萎縮した感じが見受けられるんですけれども、試合始まる前から負けてますからね、そうですよね、今のドロップキックなんかもかなりいい感じで入ってました白鳥、そして今度はジュリアナ歌子と、あ、これ渡辺智子ですか、渡辺が沼っちの、沼っちのヘルメットをかぶって、でも鍋ってこれ案外合いますね、似合いませんか、今のね顔つきが似合う、ね、もうようにね、でも渡辺選手も今日何気で新しいコスチューム、あ、そうですね、まあ、この中では先輩格になりますのでね、試合をぐいぐいと引っ張っていく形になるでしょう、この渡辺智子、サーリング中央にジュリアナ歌子をですね釘付け、そして逆エビ固めに持っていこうというところですが、さあそこへ女番長入ってきました、バリバリ姉ちゃんの夢を取ります、くれないやさんのフォロー、そしてまあジュリアナの姉さんとチューマーが仲いいって割と分かります、分かりやすいね、やっぱりでも道路工事おじさんはやっぱりその辺は腹の立つところなんでしょうね、さあこれは綺麗な裏カンナナ、さあロープに振ってちょっと遠藤が捕まってくるか、この辺はまだ格の近い、その辺りを見せつけた渡辺智子、さあここまでは前女チームのタックはかなりいいんですけれども、さあこのタックル、あ、いいですね、もう一発は強烈に入りました、気合入ってます、なんかガンガンやってますね、何かこの生き生きとしましたこの沼っち、沼っちというリングネームにしてから、まあ、ビッグマッチでは
まあ、これがね前場のリングとしてはこんだけの大きな会場であるのはもちろん初めてということになります。怖いですね顔ね、なんかこの人アップになりますと、ヘルメットの部分だけ反り上げちゃって、なるほどね、出てるところだけこう出し残してね止めてるんですけれどもね、本当にあの電車の時にはどうするんですかねこれはね。あでもいつも帽子かぶってる、帽子バンダナしたり、そうでしょうねこれはね。でもおしゃれにバンダナしたりしてますよ。あそうですか、はい、さああっという間の5分、何かこうキャラクターを紹介しているうちにもう5分が経ってしまったという感じがするんですけど、沼地の上のピンク色も、はい、このコスチュームの中の別バージョンですね。あ後ろの背中にはね沼田光輝というふうにね書いてありますけれどもね、芸が細かいところなんですが、はい、渡辺も髪の毛の染めがちょっと色が違いますね、はい、おっとこれは4文字をかけられている遠藤に首4文字、ちょっと何かルチャっぽいね4文字が変わったんですね、はい、そして返しましたが、これは、はい、ノープブレイクです。エンド。このエンドという選手は、まあ、LLPW の中では一番若いんですけれども、なかなか本格化というかね、将来有望というお話でしたが、どうなんですか、うん、すごく良くなっちゃうんじゃないですか、そのうち、うん、あでも、LLPW の中で戦ってますよね、はい、対戦相手が非常に限られてるんですよね、そこがちょっと気の毒っていう気もしますし、そうですか。さあ今度は渡辺が LLPW のコーナーに捕まった。さあそしてここ、ああこれチョークでブランブランじゃないですか。ああちょっと、ああ完全に渡辺の体が宙に浮いてしまいました。なんとも毒っぽい。あったこれはチーマーならではと言ってしまった偏見があるんでしょうか。素晴らしい攻撃と言っていいんでしょうかねこれは、うん、さあそして今度はジュリアナウタコの登場ですが、非常にカラフルなコスチュームからパンチ固め、おっとさあ一方ではニマッチと紅ヤシャ、そして渡辺と小泉の対戦となって、かし出しのラヤット強烈、体がやっぱりないですからね、穂積の場合、はい、細いですね本当に。そうですね、まあ穂積歌子時代は、まあ、テンサーもなかったので、こうどちらかというと鉄筋ニシャンタイプでね、打ってた選手ですけれども、さあそのあたりの音量をいつ発揮してくれるのかという感じですが、これ捕まって、うおっと強烈、考えてますね、いろいろ、トリプルの合体、せっかくねロビンタグですからね、はい、うおっとこれも素晴らしい伸びのあるミサイルキックという感じですが、これもいいですね、ランニングドロップキック、トヨタマナミバリの伸びのあるドロップキック、強烈です。この正面のドロップキックっていうのは前場の伝統だって気がしますね、うん、こうね着地にバーンとこうバンプを取ってね、昔の山崎美月選手とか、はい、そうですね、すごい素晴らしかったです。ちょっと最後の一発がちょっと当たりが浅かったところ、やはりキャリアで上回る穂積に疲れました。白鳥さあここで捕まってしまうのか、ツーフラタンの攻撃、まあ、多分最後の串刺しのドロップキック距離感がつかめなかったんじゃないかな、そういう感じでしたね。さあロープにスイングしてディープロックから、さあボディープレスでカウントは2、さあ期待の遠藤どんなファイトを見せてくれるんでしょうか。さあそしてあっとこのラリアットはうまく白鳥がかわしてバック、おっとこれはあこのままね投げられたのかと思いきや、うまくね首投げに行って、そしてタッチ、さあそして今度は全部チームのリュープラトン、ここまでどうですか吉田選手。はい、なんかみんな元気をいいっていうか気合入ってるんで、いいんじゃないですか。こういうねビッグマッチの第一試合ってのはどういう気分なんでしょうね。やっぱりある程度こうその日のね工業の雰囲気っていうのをこれだけキャラクターが、ね、はい、バラバラみんなすごいんで、もう自分が目当てやろうとかみんな思ってるんじゃないですか。そうですよね、やっぱり一番目立ってやろうと、ね、沼地選手からそれ感じられますね、すごくね、私が一番だ、でもそれがいいですよね、プロレスラーですもんね、目立ってなんぼということなんですよね。
いやコーナーにいても目立ちますよ、やっぱり切れないよ。おっとこれはおセカンドのポリシのダイビングエルボーを放っていった。さあマッチはご覧のような色がついてきた表情、いやしかしよくこういったね2人のキャラクター選んできましたね。でもなんかみんなバラバラかと思ったら結構ダブルとか。そうですね、またそしてコーナーに渡辺が登って、はい、おっと強烈フライングボディアタック、はい、そこは対抗戦ですしね。そうですね、いや今15分経過というアナウンスありましたけど、あっという間でしたね。ここまでさあそしてダブルアップからスープレックス、さあリング中央のカウントはどうか、危ないぞ、カウントは2。さあそしてあまだトリプルの攻撃、おっと今度は高い、あーっとあっと素晴らしい、いいですね、いやーロープレイクですか、ムーンサルトアタックトリプルのね合体技で決めましたけれども、かなり新しいものが来てますね今日、はい、それはびっくりしました。そんなに考えてるとは思ってなかった、衣装考えてるっていうのは噂に聞いたんですけど、技まで考えてるとはやっぱりね、当然内容も大切なね、ビッグマッチですからね、まあ、もちろんキャラクターも大切ですけれどもね、試合の中身、まあ、そのキャラクターに、ね、の話題性に見合っただけのプロレスは見せてほしいなという感じがします。さあトリプルのキック、さあ今度は LLPW の合体連携殺法ですけれども、ロープサイドだからまずはジュリアの男のミサイルキックから流れるような攻撃、カウントはカウントは2、 LL 軍団も考えてきてますね。そうですね、さあそして今度はこのエンド、わーっとちょっとこのボディープレスはどうしたのか、ちょっと場内から支障が漏れてしまったんですが、ああなるほど、ちょっと迫力不足という感じでしたね。さあそしてあーっとこのボディープレスは失敗、あそしておジャパニーズレッググラッチホールドカウント、ハイ技は似合いますね、それはじゃなくて白鳥茶子選手、白鳥選手、おっと急降下の切り返しですね、今の切り返しましたか、はい、さあそして今度は小泉と、あーっとこの裏カンナの美しい、さあカウント危ないぞ、おっと逆に切り返したエビ固め、カウントは共に2で返しました。さあトリッキーのファイトを続けていますこの渡辺と、そして穂積、今のエルボーなんかにも、はい、この体格差っていうのすごく出ちゃったんですね。そうですね、いや実は先日の後楽園ホール大会であの強烈な渡辺のエルボーで今のねコーナーの白鳥選手が、あ先立ての後楽園ね、記憶を失ってしまったという、ね、ハンディキャップの渡辺が強かったですねさあそして2人まとめてのボディアタック、あそしてさあここから前女チームが一気に畳みかけていくのか、あとコーナーにいる紅、そして2人を突っかけて、あ出ましたね、これはオリジナルです、渡辺のオリジナルホールド、カウントおっとカウント2、やっと今万事休すかと思ったんですが LLPW 穂積、いやーカロー、あーっと今足木刀ですか、紅の木刀攻撃に、あっと格子が1点、あーっとこれはよく避けた、今のキック、今の紅のキックもなんかあのドキッとなった、おっとこれは直接だ、モードが落とした、カウント危ないぞ、カウント2、おっとこれはちょっと場内連発、喉は落とし、あーっと強烈、ちょっと今場内光が一瞬落ちてしまったんですが、カウントカウントは2ですか、今のはあカウント2で書いてますね、はい、いやー喉は落としの連発だったんですが、おっと今下から目つぶし、はい、目つぶしのお返し渡辺、あそしてロープ最上段くれない、うまくつけ、あっと危ない体勢だ、あしかしここは前途チームの、あーなだれ式のブレンバスターで返した、さあバックスの渡辺智子が逆に攻めていくんですが、カウントは2、おっとここで吹かた、おっとロープ、あー沼っちロープ最上段から攻撃を放とうといったところでしたか、あーっともう一度、あーっと合体のフェイスマスター、これは強烈だ、な
なんだか今の2マッチだったら誰からでもゴール取れそう、取れそうですよね。そうですね。おーっと、ド迫力のかかと落とし、そしてバック回ってバック、あっと、いい角度の有効か、触れない足、危ない、ちょっとヒヤッとした、ね、角度でしたけれどもね、大丈夫でしょうか。そしてもう一度ロープに振った、あっとタイミングを外して、これはうまいマッチ。いやー、コーニーに合わせテクニシャンプリを発揮したノマッチ。そして場外で触れないヤシャを鉄柵だ、おっとキック一発。やはりこの場外が何か妙に似合ってしまうこのノマッチ。さあそして、あっとノマッチが飛ぶのか、ヌマッチが飛んでしまうのか、あーっと遠藤が邪魔に入った。一方ではジュリアナウタこと渡辺が、あーっと、あー、しかしこれはなんと3選手がコーナーで入り乱れる。急逆の、あー、危ない、あー、流れ式チョークスラムか、カウントは3、あれ食らっちゃしょうがないですね。いやー、16分40秒、なだれ式のチョークスラム、そこからのホールで紅谷社が沼っちからホール。いやー、しかしこれ前女の25周年記念はまたしても全日本女子プロレスタッグの負けでスタートですか。負けでスタートということになりましたね、吉田さん。前もそうでしたよね。いつもそうなんですけどね、前は連敗ですよ、連敗。うん、ちょっとこれはまた前女25周年暗雲立ち込めるかというこのスタート。でもどっちが勝ってもおかしくない、負けてもおかしくない試合ですね。そうですね、紙一重でしたね、最後はね、はい、場外乱闘の感激を塗って沼っちが飛ぼうといったところで、紅谷社がなだれ式のチョークスラム、豪快な大技で沼っちからホールを奪ったという試合でしたけれども、おっと試合後はまた、これは分外収まらぬというこの渡辺が紅と何かやり合っているようですけれども、あっと髪の毛をつかみ合って、どうやら今また改めて紅矢社の左手が高々とチーコファンタジーワールドをですね作ってくれるんじゃないかという期待がされるタッグマッチですけれども、放送的にはJWP の代表山本雅俊さんに来ていただいております。山本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよ JWP 登場ですね。そうですね。どうでしたか今日は試合前。やっぱり緊張の色は隠せないですよね。そうですか、ダビダイですから。おっと、まずはこれ先行をじゃんけんで決めようというこの JWP チームですけれどもね、おっといい加減にしろというツッコミが入ったこのアサリ。さあまずは前場アサリ、そしてカオル組が、おっとこれうまくドロップキックで返して、おっとおっとおっと、これは両コーナーから JWP チームが、 JWP のタッグが2人でプランチャーを見舞ってきました。言葉が出ないですね。あ、これいきなり、これは今のコサックダンスでしょうか ね、 ね、はい、オリショの地元ですね、ロシアの選手。なるほど、はい、オリショの地元、はい、それにしても電光掲示板に映ったカード見るだけでなんかニコニコしちゃいますね。そうですね。どういうことかって思っちゃいますね。高値ですからね、みんな。何かこのちょっとボロボロとした、ね、雰囲気さえこの日本武道館に漂っているわけですけど、今度はルチャ選手同士のダブル飛びかといったところですけれども、これはリングの下に隠れてしまったんじゃないですか。あ、オリショ、あ、そうですか。あ、出てきましたね。あ、逆サイドからそして出てきましたね。あっとなんということでしょうか。手振ったところが今可愛かったですね。あ、そして、あ、危ないぞこれは。背後から近寄っている、うわっと、リング上かくれんぼ状態か。さあここまではプロローグでしょうね。まあ、もちろんそういうことでしょう。びっくりした。まあ、ルチャワールドということなんでしょうけれども、それにしてもあの、おこういう試合なのかな。バカ負けしちゃいましたね、ついに。あっとアサリとカエル、これはもうやってられんと、ちゃんと試合をやれというところなんですが、あ、森翔が今ごめんなさいと謝ったところで、タオルコール。あ、わかったわかった、なんでしょうかこれは。まさにここはルチャワールドかロスブラソスかという展開になってしまいましたけれどもね。
今度はボリショイコ、あ、これはまさにブラソス状態でしょうか。リングに戻ったところボリショイコール、あ、しかし、あ、これはもうやっと試合が始まりますね。長かったですね。未だ絶句しているサイドさん、ね、言葉を失いますね。大丈夫ですか。本当に僕おしゃべりなんですけど、やっと試合始まりましたよ、いや、それにしてもリングの下を使ったというのもね、また画期的なアイデアと言いましょうかね。その後向こうから出てきて手振っちゃったんですね。お、これはルチャサッポーサルトボールサルからうまくハンド、おっとカウントは一つで返していった。ボリショイ選手の空中サッポーって言いますか、あの変幻サッポーっていうんですか、うん、これはルチャではないんですよね。割とロシアの選手ですからね。そうですね、オリジナルなんですよね。で、アサリ選手そしてカオリ選手がやってるのはルチャという感じがしますよね。あの先ほどの試合 の、 あの渡辺智子選手ですか、はい、あの飛び方なんかもルチャっぽいですよ ね、 ルチャですね、はい、さあこのボリショイはどうぞ。この試合ではボリショイもね、はい、あの靴もやっぱり学ぶもの多いと思いますよ。なるほど、前座の中にやっぱりいろんなエッセンスがありますからね。なるほど、はい、これはあとボリショイの、あ、頭についている、結んじゃったのボンボンをなんとトップロープに結んでしまったという、あっと 出ましたね、泣きが入りましたね。このカオル、そしてボリショイのこの絡みは例の宮本さん、そうですね、はい、横浜でシングルマッチやりましたけれども、はい、あの時と同じような感じですね。その時も泣きましたけれどもね、はい、また泣いてくれましたこのボリショイ。山本代表ね、はい、先ほど選手は緊張感が、はい、非常にすごかったというか、はいはい、緊張が高かったということなんですが、はい、ボリショイ選手とキャンディーオクス選手見てますと、はい、リフに上がっちゃうともう大丈夫なんですね。そうですね、あのずいぶん生き生きやってますね。最初の 2,3 分自分のものにしてましたね、そうですね。いやー、ボリショイが今どうもありがとうとお礼を言ったところ、髪の毛を掴んで、そしてロープ走り、おっと、あー、この辺もオリジナルのこうルチャっぽいね動きなんですけれども、あー、おこれはうまい、エブラドラコンヒーローを狙おうといったところを浴びせてきましたボリショイ。さあ、そして JWP 期待の新人オクツ、あー、これも得意のランニングネックブリーカー2連発だ。あ、今日はよく声出てますねオクツ。そうですね、さあカウントはこれはでもあのカオルと比べるとねキャリアの差はもうかなりあるんで、うん、そうですね、正面からぶつかっていこうというところなんでしょう。オクツ、オクツ選手の絡みはあの、はい、アサリとぶつかってもカオルとぶつかっても興味深いですね。そうですね、はい、ボリショイ選手の場合は割と予想ができると言ったら失礼ですけれども、はい、キャンディオクス選手はなんかレスリングでなんかやってくるんじゃないかという気がしますから。そうですね、はい、あのこれまでやっぱり1年間で急成長した選手ですから、はい、今があの一番プロレスやってて楽しい時だと思うんですよ。なるほど、あのですからあのさっきみたいなのボリショイにまああのなんていうんですか、あの先導されてまあパフォーマンスやるのもいいんですけども、やっぱりあの奥地にはそのレスリングでこの試合はやっぱり勝負してほしいなと思いますね、うん、まあ、もちろんそれができる選手ですからね、はい、おっとジャンピングにここへ来てあの急に正体をあの表し始めたアサリも面白いですよ。ずっとね隠してましたからね、地味な試合やってましたけどもここへ来てもう大技の連発でね観客をあっと言わせるシーンがね何度となくこのアサリあの溜めてた期間が長いから爆発したらすごいんじゃないですか。こんなことができるんだということをねファンの前でアピールしている最中ですけども今日はこの日本武道館超満員のお客さんの前でやっとそれが日の目を見るときが来たというところですけれども、このアサリ選手はあのよくうちの会場にもまあ若手として、はい、まあ、先輩で世話で来るんですけども、はい、目がすごく鋭いですよね。目が鋭いんですよね、この人。さっきの沼地選手なんかもよく来るんですけどね、その沼地選手よりもやっぱりこう目がこうギッギッとこう鋭いですよね。あの頑固鋭いもの持ってますよね、はい、この人。そうですね、インタビューなんかしててもねなんかこう負けん気の強そうな子、おっとこれはその場で前中ですかね。いや、あれは体操選手じゃないとなかなかできない技ですからね、さすがというところですけど、この辺りも変幻自在、お互いの持てるこの、ね、四次元殺法を存分に出したというこの攻防でしたけれども、今やってみろっていいですね、はい、あっと、あ、ボリショイまたしてもずるいですね、人を騙しましたよ山本さん。そうですね、よくないですね、これはピュアハートじゃないですね。あ、ピュアハートじゃないですか、ないですね。さあボリショイこのままやってると代表の激凛に触れられないというところで、さあここで
ュアハートの代表格オクトにタッチ。さあ試合前はキャンディーオクトの名の通りですね、場内にキャンディーを投げてましたけれども、ドロップキック2連発、今蹴ってるって感じがしましたね。はい、まだデビューして1年足らずという選手にはね、なかなか見えないんですけれども、当然この夢のオールスター戦は奥津の出場は初めてということになります。さあ今度はカオルとシャバリータの合体で、さあおっとこれもどうするんでしょうか。あっおエルボー、うん、飛び越えてのエルボーですね。ちょっとバランスを失ったんですけれども、これかなりいい角度でヒットしました。あっと同士打ちだ。この中入るとカオル選手随分お姉さんに見えますね。ですね、はい、もうね体格もかなりこの中では大きい方ですので、あとこの辺はちょっと息が合ってないんですけれども、ね、大丈夫でしょうか。やっぱりこういう合体技っていうのはあの全員の息が取れないとなかなかね。そうですね、まあカオルもフリー選手ですから、あっとこれは振ったところをうまくムーンサルトアタックで切り返していった全、JWP タック。チャパリータ選手とあのカオル選手は、まあ、混成タッグって感じですもんね。そうですね、あの完全に、全日本女子の選手というわけじゃないですから、はい、先ほど入場式の時もカオル選手それを意識してか赤いジャージじゃなくて一人だけ黒のジャージでね入場してきましたよね。そうですか、密かななんかその主張が見えるというか、はい、さあそのカオルがおっとカオルいじめないでというファンの声も、その声を尻目にですね、あどうやらボリショイの譜面剥ぎに行こうというところでしょうか。一転してこのリング上殺伐とした雰囲気になってしまうんでしょうか。さあカオル、あおっと素晴らしい吉田麻里子の強烈なレフリングですけど、おっとこれはなんと吉田が、あっと素晴らしい、あっとあボールをして、あボリショイがカウントするという、なんでしょうかこの状況は。吉田麻里子はワールドに一点、この日本武道館が、あこれ大吉田コールになるのか。素晴らしかった、いや驚きましたね、涙がちょちょ切れますね、あれ ね久しぶりに見たんじゃないですか、うん、これはあの吉田のね三角跳び、嬉しいですね。いやこもう1年近くね、10ヶ月、はい、10ヶ月ぶりの、見ましたね、よかったです。まさかこんなところで見れるとは思いませんでしたけれどもね、ルチャですからね、はい、ありがちではありますが、うん、やってくれましたね。これ確かに、おっ出ました、いやこれが最近のこのアサリの得意技としております。この技でこの人生活できると思いますよ。素晴らしい、素晴らしいですね。いや2回転してのカンガルキック、もうこんなことはできるのはもうおそらくこの人しかいないでしょう。そしてその場でムーンサルトアタック、カウントはカウント2。さあそしてボリショイとボリソが今度はスープラトンの攻撃、クロスラインをかわして、おっと、あこれはうまい、奥津がエビ固め、そしてボリショイもエビ固め、ダブルホールドの体勢でしたけれども、さあ今度は2対2の状況で、あっとうまく当選でかわした、あっとあっとカオルの裏カンラナだ、リング上奥津が捕まっているが、これはカウントは取りませんでしたね。そうですね、なしですね、はい、さあそして両コーナー、あこれはダブルで、あームーンサルトアタックかなという感じでしたけどね。そんな気がしてたんですけどね、ダメでしたね。はい、そうは問屋はオロさんと JWP チーム、うわっあーっとこれは強烈ボリショイのなだれ式チョークスラムがアサリの喉元を捉えたんですが、アサリちょっとグロッキー気味で、そしてカオルが、カオルが今トペを狙おうといったところでしたけれども、さあ場外で今倒れているのが JWP のオクスで、そしてアサリが飛んだ、やっぱり飛距離ありますね、すごいですね、バネがあります、アサリなんかこう一瞬こう浮遊感覚がありますよね、不安としましたね、無重力状態かという感じでしたけれども、さあそしてさあ舞台はリング上、今度はカオルの出番でしょうか。赤コーナーから美しいムーンサルト、ダイナミックなムーンサルトプレス、そしてお2連発ですか、今度はアサリ、おーっとすごい、いやいや危ない、何だったんでしょうね、
何だったんでしょうか今のは。切りもみ式の 何かでしたね今のは。まさにあのあれじゃないですか、月面飛び、見たこともなかったですよ今。これでも新進の2回ひねり、ね、すごかった。これでもあのオーバーじゃなくやっぱりその初代タイガーマスク見たところ衝撃を受けますよね、はい、あそして今度はボリショイが飛んで、そしてリング上ではあこれはオックスの得意技ローリングジャーマンの体勢だ。さあ1回2回ぐるぐると回っていくローリングジャーマン、すごいあれがあります。オックスもう一発いきますか、4連発だローリングジャーマン。ここでもうまだ行く、まだ行きます、リング一周しますかこれは。あまだ行きますよ山本さん。あもうここは思いっきりやってほしいですね本当に。もう一発いった、あ一周しました、ついに。もうこれジャーマン何発やったんでしょうか。アサリは大丈夫か、カウント通過、カウント2、まあ、これもらっちゃしょうがないですよね、いやー奥津素晴らしい、うん、このシチュエーションの中で奥津選手がフォール取るっていうのは大変意義が深いですね。いやー、山本さん、はい、いやでもね、まあ、非常にその奥津もよく頑張ったんですけど、はい、あのこの試合は私ですね、はい、公平に見てやっぱり浅利選手も200番のベルナテナイフリーコンビの。さあ第3試合です、肉弾野生地対スリリングウォーと題されました5対5のイルミネーションマッチ、全日本女子プロレスブル中の南鈴鹿、三田悦子、下田美和、バット吉永、対するは LLPW、 イーグル沢井、ハーレー斉藤、半田美希、大沢ゆかり、レオ北村というこのまさに全面戦争という感じの、ね、イルミネーションマッチ、時間無制限、今ゴングが鳴りました。第3試合放送席の方なんですけれども、斉藤さん、はい、不思議なゲストですちょっと興味深いゲストが出ますけれども、おっとまずブル様、紅矢座選手に来ていただきました。紅選手、紅さん、はい、何とお呼びしていいんだろうちょっとよくわかんないですけども、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あそしてまずはあまず伝統チームがラーニングフルに、最後はブル様のラリアットでレオ北村を捉えておりますが、いやそれにしてもこれ10人リング上がっちゃうと随分混んでますね。何が何だか分かんなくなっちゃうんですけれども、さあそしてあ場外だ場外、なんと4コーナーに LLPW の選手が全員飛びましたね。これおっとそしてイーグルまで、ハーレー斉藤が真ん中真ん中から行きましたね、5人となですね、5人一緒に、うん、なんともこのテレビ局泣かせとも言える強烈な攻撃 LLPW。さあまたリング上ですけれども、まずはレオ北村が前場のコーナーで捕まっております。まあ大きい選手がねこのイルミネーション非常に多いので、本当にあの全員がこうエプロンにいるだけでもかなりリングがちっちゃいなという感じがするんですが、特に前場の場合は、はい、バット吉永以外は全員長身ですよね。そうですね、ああそして合体の野田は落としだ、もっと早くもカウントの体勢、さあちょっとレオが捕まっています、ちょっと苦しい表情。紅さん、このレオ北村っていうのはどんな選手なんですか。生きのいい選手かな、生きのいい選手、あもう自分より先輩で、レマをこの前倒しましたけど、そうですか。さあそして今度は半田選手は、半田と、うん、下田選手、半田選手も上手い選手ですね、上手いですね、上手いね、まだでもシングルで当たったことないからやりたいね。あもうコテンコテンにやっつけたいなって感じですけどね、今意外とあの紅さん、こう上手い選手とかテクニシャンって言われる人は嫌いな方でしょう。嫌いです、大嫌いです。大嫌いですか。あそして今の大声援はバット、このバットのキックが今ね、もう本当この女子プロレス界ではもう恐れられているという、あのアジャコングあるいはブル中野も震撼させたというね、このカミソリキックでしたけれども、今その半田に見舞っていきました。さあタッチワークが早い、今度は仕事人の南鈴鹿の登場です。さあ LLPW の仕事人はこの半田ということになるんでしょうからね、この仕事人対決と思いきやもうタッチしてしまいました。さあそして今度は大沢選手ですが、紅さんこの人はどういうタイプのレスラーですか。蹴りを使ってるね、この大沢選手基本はやっぱ蹴りですか。あそしてその、
蹴り合戦、あ早速蹴り合戦か。いやしかしバットには負けるな、ほら、あ負けるなという、あしかしバットの蹴りはちょっと違うか。さあ武道館がこの蹴り合いに燃えた後にロープに振ったストマック、紅選手ね、いつもはやっぱり LL の中では紅選手一匹狼みたいな感じじゃないですか。でもこうやって対抗戦になるとどうしても LL の方を応援しちゃうっていうのがあるね、気持ち的には。そうかな、今負けるなって言ってたよね。やっぱそれは人情ってもん。人情なんかないですよ。人情なんかない、あ人情ない。でも結構義理人情の世界でしょ。だから負けるなバカ野郎ってことでしょ。そうそうそうですね。さあ今度はまたタッチして、あまたレオが出てきましたけども、レオ北村、しかしあっという間に赤コーナー詰めてしまって、さあ下田と今度はレオの絡みということになります。アームホイップで対角線に今度は振って、おっとブロッキングヘッドですね。あのさあ多分、はい、北村選手はすごく技の種類多い方ですよね、この選手ね、多彩な攻め、ええ、あそして LLPW 音体、さあアジャにも勝るとも劣らないこのボディアタックで、あーっと吹っ飛ばすだってコーナーにいる北村まで飛んじゃった、北村まで飛んじゃいました今ね、かしかった。でもあのあそしてハーレー、はい、沢井みたいな選手ですね、はい、っていうか魅力あるという人は魅力あると言うんですよ、うん、好きな人は好きでしょう、あれだけの体ですからね、まあ、まさにこの肉弾野生地帯というのがね、沢井選手をイメージしてこうつけられたサブタイトルかな、なんかね、評価が真っ二つに分かれる選手ですよね、沢井選手、じゃあ大好きな人はもう死ぬほど好きでしょう、じゃあその評価を紅さんに聞いてみましょうか。紅さん、イーグルの評価どうですか。プレナイさんが見る、でもあれにかかってもらったらちょっとおっときますよね、いくらなんでも。でもやりたい、あやりたい、シングルで、シングルでやりたい、うん、面白そうですね、おっと、あ今度はあー三田下田チームに次々とボディアタックで攻めていったが受け止めていく前女チーム、前女タックでしたけれども、願わくば泉沢に飛んでほしかったね、飛んでほしかったですね、あと2人まとめてのランニングネックブリーカー、そしてバットがトップロック、あっと得意のヒップアタックに行こうとしたんですけれども、あしかしここでハンダー、いやとにかく選手の入り乱れたこの5対5イルミネーションタック、あそして合体のブルドッキング、ヘッドロックからカウントはカウントは2、もう同じ選手が一時2人ともリング上にいないというね、さっきまで戦っていた選手があっという間に変わってしまっているというこの状況ですけれども、まあ、次から次へとこれはほぼノータッチ状態でね選手が入ってきます。さあ今度はレオ、そして長身の三田の戦いになった。さあそしてボディスラムちょっと中途半端だが、さあコーナー最上段から何を持ってくるか、おっとムーンサルトプレス、早く盛れたぞこのムーンサルト、カウントは2、この4人って別々のコーナーから一気に出てくるとなんかすごいムードがですね、なんかねおーっていう、うん、何かこう無法地帯という感じになってきますこのリング上、あこれは出ますか、あみんな得意のね高さを利した飛行機投げだったんですけれども、ここはうまくハーレー斉藤がアシストに入った。かなりこの LLPW このレオの戦い時間がかなり長いような気がするんですが、そのレオが捕まんなければいいんですが、あそしてコーナーから下田が綺麗なボディープレス、あそしてあっあっとあすごい、今あの前場が全員フォローに入ったんですが、南をはイーグルが投げ飛ばしましたね、あそしてあデスバレーボムだ、強烈三田がそしてイルミネーションですので、ね、この後まだまだ続きます、あいや 両方向で、南そしてバットが飛んで、さらにあこんなリング上だ、三田が北村を捉えて、あそしてもう一回デスバレーボムかという
ところでしたけども、あーチョークスラム、そして今度はあっワンセット、あーっとファンタスティックフリップだったんですけれどもね、これはうまくかわしていった、うまく丸め込んだ下田ですけれども、カウントは2、あーワンクリップですが、カウントはこの辺りの、ね、切り返し技、北村テクニシャンぶりを発揮しているわけですが、あのブリッジ技がすごく強いですね、はい、さあ今ハンダがジャーマンスープレックス、下田を捉えましたけれども、おお、このハーレーのフライングニールキックは誤爆、おお、すごいミサイルキック、下田の強力、あ、そしてこれはタイガースープレックスホールドだ、カウント3、なんと LLPW2 つ続けてレオ北村、そして半田美希が敗退していきました。3対5の様相、かなりきつい LLPW 軍団、あー南が飛んだが膝の剣山が待っていました、なんとしても不利な体勢から、しかしまだこの本体イーグルを残す LLPW、 反撃に転じたいところですけれども、さあリング上大沢がうまく切り返して、カウントはカウント2、紅選手ここまでの展開は目まぐるしいって感じですね、一方衛星、まあ、早いね、そして、あーっと得意のパワーバブ、南のトップの方と なんと3連敗が LLPW、 イーグルが起こった、イーグル、あ、起こって、お今スリーカウント入りましたね、あーっと南があっという間にスリーカウント、あと、ああ下田もやられた、すごい、このすごいイーグルの反撃だ、いやー試合からとても目が離せない状況になってきた、怒りのイーグル沢井、南そして下田をあっという間に秒殺しました、さあそして今度はおおハイアングラー、サンダーファイヤーパワームーン、あっと、ああフォローに入った、ブルナからバット、あっ連携のドロップキックからもう一回見たを、あーすごい、これは返せないでしょう、すごいね、あーっとイーグルが、イーグル3立てですよ、3立て、あーそしてついにブル対イーグル、ブル対イーグル、すごいことになっちゃいましたね、イーグルは頑張ってるよね、イーグルすごいね、あーっとよし頑張れ、ボディアタック対決はなんとブル様が吹っ飛びました、イーグルのイーグルらしさがものすごく出たですね、何かここまでは、びっくりしちゃいましたね、もう一瞬このリング上がもうイーグルの一人舞台になってしまいました、先ほど、やっぱりこの危ない危ない、怪物的強さがあるね、ブルが返していったが、カウントは2、ね、怪物的強さという話が、あと一人じゃ持ち上がらないんで、あーツープラトン二人、あブル様いかったか、ブル様のギロチンか、ギロチンだー、あーしかし、いやこれを食ったらさすがのイーグルといえども一巻の終わりというところでしたけれどもね、よく見ていました、そしてハーレー、そしてイーグル、フライングボディアタック距離がある、いやこれちょっと今整理をしますと2対2ですね、2対2です、おっとブル様を危ない、タイガースープレックス得意技出していきましたけれども、カウント2で跳ね返していった、結局2対2のタッグになったって感じですね、そういうことですね、はい、まあこれはしかしイルミネーションですのでね、もしかしたらあの最後はブル様とイーグルのシングルマッチということもこれは十分にあり得るわけで、その辺もファンの期待あるいは試合の焦点になってくるかという感じがいたします、さあそして今度はバットと、あーあニールキック合戦だ、あー顎の先端を捉えたハーレーの切れ味鋭いニールキック、あーエ
つり蹴り、アーレもいいですね動きが。アウトバウンドはブレイ、狙えた。ハーレも動きいいですね。あーしかしやばい、この今思わず車井さんがやばいという声、ハーレに届いたか。危ないぞ、危ない、スピンキッカー、ボロに入った、これを食らっては危ない。あーっとハーレはグロッキー気味で、まあでもイーグル選手にやった方が、そうですね、ちょっと当たりがね、当たったね。おお、すごいすごい、トップロープから何があるんだ、すごい。あーちょっと腰を押さえているが、カウントはブレイク。 LLPW、 さあ孤軍奮闘の沢井、残るはこの巨大なる沢井一人になった LLPW だが、すごい、ブル様がその巨漢を持ち上げてタイガードライバーを放っていったんですが、そしてさあカップコーナー最上段からギロチンドロップ、これは返せないでしょう。お、あ、カウント2、カウント2ですか。いやー、よく返しました沢井、しかし虫の息が沢井の、あー、いやしかしまだまだまだ余力は残って、あーっと流れ式のDDT だったんですか。そうですね、うん、しかしちょっと浅かったですけどね。さあブル様、そして沢井も、あー、そしてあもう一回いきますか、3度目の正直か、ギロチンドロップ。さあバットが